地下衛星士ってなんであんな可愛いの？全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。ちょっと前の動画で奥歯砕けたっつったじゃないですか。歯医者行かないといけないんですけど怖くて行けない。どうしよう。寝てる間に生えてないかな。そんなリクエスト。タックさんこんにちは。こんにちは。最近歯医者さんで親知らずを抜いたのですが顔面張り上がってとんでもないことになりました。ご飯も食べにくく今非常に苦労しているのですが、こういった歯医者の事件とあれば教えてくださいということなんですけど、親知らず抜いた後の方の顔って面白いですよね。クレヨンしんちゃんみたいな形になりますよね。いやー、また歯医者に行きたくなくなるような話ではあるんですけど、歯医者さん苦手な方多いと思うんですよ。ドリルの穴キビーって音、自分の歯をコキーって削られてるあの感触がファー。ただどうもね、歯の痛みってストレスの中でもトップ3に上がるみたいですね。思い出しただけでもテンション下がるんですけど、まあ、痛かった経験あると思うんですけど、今回は DM にもあるように歯医者でしかも死亡事故にまで発展した事例っていうのを紹介していきます。では早速です。八王子市歯科医師復活水素さん後藤不二子、はい、こちらサムネにもなってる事件なんですけど、1982年東京八王子市の歯医者さんにて治療中にフッ化ナトリウムと間違えてフッ化水素酸を歯に塗ったということで、当時3歳の女の子が亡くなったというものになります。ちょっと事件の詳細行く前にですね、今出てきたフッ化ナトリウムとフッ化水素酸、この2つ自体がそもそもちんぷんかんぷん分人って方がほとんどだと思うんで、ちょっとざっくり説明するんですけど、まずこの1つ目のフッ化ナトリウムっていうのが歯に塗ることで虫歯の予防になるということで、一般的に歯医者さんで使われてるものなんですけど、ただまあまあやばいのが2つ目のフッ化水素酸。こちら以前アシドアタックの動画で出てきた硫酸と同じくですね、触れると皮膚が炎症を起こし最悪の場合壊死して一生後に残るというようななかなか恐ろしい激毒物になります。話を戻して事件当日、この被害者である女の子は母親と一緒に虫歯予防のために歯医者さんに行くんですけど、間違えてこの激毒物であるフッ化水素酸を歯に塗られるんですね。女の子の口からは白い煙が上がって、さらには辛い痛いと訴えて血の混じった泡を吹きながら体をのけぞらせます。そんな明らかにおかしい状況にもかかわらず、院長は暴れないようにと女の子の母親と歯科助手に体を押さえておくように指示します。八王子では児童の虫歯予防のためにですね、フッ化ナトリウムを塗るのが義務になってるからと言って引き続きフッ化水素酸を塗り続けたんですね。ただその痛みのあまり女の子は診察台から転がり落ちて、慌てた母親が抱きかかえてみると女の子の口の周りは真っ赤にただれていました。ただこういった状況でもこの院長は異常な反応を示しているのはこの女の子が特異体質だからとそう判断したんですね。いやいやおかしいでしょって感じなんですけど、その後息切れや呼吸困難などの症状を改善する強心剤というものを注射して救急車を呼んで病院に搬送されました。懸命な治療が行われたのですが、フッ化水素酸による急性中毒で死亡したんですね。あんまりにもかわいそうすぎますね。その後の裁判で医療ミスで女の子の命を奪った院長には業務上過失致死罪で逮捕、遺族には3850万円の慰謝料の支払い、そして禁錮1年6ヶ月の有罪判決を受けたという事件なんですけど、本来虫歯治療で使う予定だったフッ化ナトリウムとフッ化水素酸、これをなんで間違えたのかというと、ざっくり言ってしまえばこの2つの名前が似ていたからなんですよ。っていうのもこの事故が起こる1ヶ月前、院長はつまりですね、フッ化ナトリウムがなくなりそうっつって発注を頼むんですけど、その奥さんは別に薬学の意識なかったんですよ。その時フッ化ナトリウム OK っつって歯科材料会社に発注をかけるんですけど、その発注書にフッ化ナトリウムっていう風にきちんと書かずにですね、フッ素と書いたんですよ。いやなんでと思うんですけど、これがねまあまあややこしくて、フッ化ナトリウムをフッ素と省略して呼ぶことが多いと言うんですよ。絶対ダメでしょ。っていうのもまあ皆さんの家にある歯磨き粉でも確認できるんですけど、あのフッ素配合って書いてません。いやもうこの事件を機にですね、教訓として区別できるように変えた方がいいと思うんですけど、ただまあこれ似てるよねっていうことをですね、歯科材料会社は認識していた上でも、ああフッ化水素酸の発注ですねって判断したんですよ。じゃあなんでそうなったのか、フッ素と書かれていたらまあフッ化ナトリウムだよねと、これが最有力候補だったと思うんですけど、ただこのフッ化水素酸自体がですね、歯医者さんにおいて歯のかぶせ物とか詰め物を作る時にも使われるってことがあって、ほとんどこの作る時は外注するみたいなんですけど、事件が起きた歯医者さんでは使われていたんですよ。その点でも別にフッ化水素酸を発注されたことに対しての疑問は別に抱かなかったんですよ。そして極めつけには毒物および劇物取締法で、このフッ化水素酸を購入する時は譲り受け書の捺印が必要で、虫歯の治療で使われるこのナトリウムの方はですね、捺印が不要だったんですけど、注文書には捺印されていたんですよね。なのでこれを見た歯科材料会社が、あこれはフッ化水素酸の注文で間違いないなと思ったんですよ。まあ、そう思っちゃいますよね。届いたフッ化水素酸、いつも使っていたフッ化ナトリウムの瓶に詰め替えて、不幸にもその後1人目の虫歯治療の患者であったこの女の子が犠牲になってしまったんですよ。なぜ瓶に入れ替える時に気づかなかったのかとかいろいろあるんですけど、実は他にも最近のものでいくと、2017年、福岡県春日市の歯医者さんで虫歯治療を受けた女の子が死亡したってものがあって、この時両親と歯医者さんに来ていた当時2歳の女の子がですね、虫歯治療ということもあって麻酔をするんですけど、その麻酔っていうのが歯医者さんで主に使われていたリドカインというものだったんですけど、それを打った女の子は苦しみ出したんですね。付き添っていた両親は何かおかしいんじゃないですかっていう風に訴えるんですけど、院長は疲れてるんじゃないですかね、よくあることですよと治療を続行します。ただやっぱさすがにおかしいと思って救急車を呼んだ
だんですけど、この判断はもう遅くて、この女の子はリドカインによる麻酔中毒による低酸素脳症によって2歳という若すぎる命を失ってしまいました。結果その後の調査ではですね、注射した薬品が間違っていたとかではなくて、この女の子に麻酔薬として使ったリドカインは適量であったということで、医療ミスが起きたわけではないんですよ。ただ福岡地裁はですね、適量であっても容体の異変を引き起こす恐れがあり、院長が女の子の変化に注意を払って十分な措置を取っていれば死亡を避けることができた可能性が高いと判断されて、禁錮1年6ヶ月の判決を言い渡しました。治療ミスはなかったけども判断ミスはあったということですね。確かに麻酔を打つ前気持ち悪くなったら言ってくださいねとか言われますよね。ただやはりこの2つの事件、どちらも治療中の患者の異変に気づかず、というかそんな重大なことではないだろうという判断で幼い命を失ってしまうという、ね、悲惨な事件だったんですけど、他にもインプラント治療でも女性が死亡したという事件がありました。このインプラントっていうのは欠けて使いづらい歯を抜いて新たに人工の歯を埋め込むってやつで、治療というか手術にまあ近いんですけど、2007年当時70歳の女性が歯の噛み合わせが悪いっつって東京都の歯医者さんで歯のレントゲンを取るんですけど、合計で8本ぐらいのインプラントを1日で埋め込むという結構なハードな内容にしようとしたんですよ。ただこの治療プランに対して女性は不安があって、せめて2日に分けてほしいと言うんですけど、この事件当日左下顎の4本の手術うまくいって、残るは右下の顎1本というところだったんですけど、ここで問題が発生します。このインプラントの挿入が困難ってことで、舌側という部分にドリルで穴を開けたんですね。すると女性はですね出血しまして、急いで止血をして血は止まったんですけど、また治療開始したんですよ。でインプラントを挿入すると、女性がうなり声を上げて体をバタつかせて、やがてその腕の力が抜け落ちて腫れ下がっていったということです。その後心臓マッサージや応急処置を行ったんですけど、効果はなくて救急車で搬送後、まもなく女性は死亡しました。この時の事件の裁判の争点になったのが、当時のこの医療水準において下側に穴を開けると患者が死亡してしまうリスクがあることを加害者は認知していたのかというところで、加害者はそういったリスクがあることが全く知らずに、むしろ穴に開けた箇所は大きな血管がなく安全だと勘違いしていたんじゃないかということになったんですけど、で実際にこれがただの知識不足だったんですよ。死亡リスクありますよってことで、医学部での教育、歯科医の講演会とかでは結構注意喚起されていたものだったんですけど、実際穴を開けてしまったということで禁錮1年6ヶ月の判決となりました。この3つの事件の判決が全部禁錮1年6ヶ月じゃないですか。っていうのもおそらくこの最初の治療ミスの事件の判例がないんで、ここに沿う形になってるんじゃないかなと思うんですよね。こういった知識不足の事件、なぜ起きてしまうのかっていうと、実はその多さにも秘密があります。実は歯医者さんっていうのはコンビニよりも多くて、2019年厚生労働省の調査では 55,620件に対して歯科医院の数っていうのが 68,500件と1万件以上も差があるんですね。さらに医療施設の総数で見ると18万件ぐらいあるんですけど、そのうち病院が8,300件、一般診療所は 102,616件となるんですけど、歯医者さんは医療施設の約 40% ぐらいを占めてるんですよね。なのでその分母の大きさからも必然的に良くない歯医者がいる可能性も高くなるってことなんですけど、なぜそんな歯医者さんって多いのかっていうと、毎年排出される歯科医師国家試験合格者の数が非常に多いってことで、でもこういった事件が起きて2004年には試験の難易度がちょっと上がったんですけど、それでも年に1200人程度いれば十分と言われてる中ですね、その倍の2400人ぐらい毎年歯科医師が増えてるんですよ。じゃあなんでこんな増えたのかっていうと、過去の歯科医師不足による影響っていうのがあって、っていうのも昭和40年代の高度経済成長期の影響で日本人の食生活が大きく変化したんですよね。これによって虫歯になる人が増加して、これは国を挙げて歯科医師を増やしましょうっていう政策を行ったんですよ。なのでその名残で歯科医師が多いということですね。もともと女子校だった高校が共学になって数年間ぐらいは女子生徒の方が多いみたいなやつですよね。まあ今全く同じ状況を例えとして出したんですけど、ただやはり近年では虫歯予防の意識とかが高まって、それに比例して歯医者さんの数が2016年をピークに年々減少傾向にはあります。あとはシンプルに安定してるっていうところもあって、虫歯治療が減ってきてると言ってもセラミックとか矯正とか歯医者さんでやるんで、歯医者さんが必要なくなる未来っていうのはほぼ来ないと言われていて、それと同時に令和4年の賃金構造基本統計調査、これ厚生労働省のやつですね、こっからいくと平均年収は811万円でサラリーマンの平均年収443万円と比べると倍近く高いんですよ。ただね、こういった医師業界全体で見ると平均年収は1400万円ぐらいなんで、他の専門医と比べると歯医者医師は低い部類に入ってくると思います。それがさっき説明した需要と供給のバランスですよね。知らない人の数に対して歯科医師の数の方が多いってことにつながっていくんですけど、ただ高齢化社会になってるんで歯科医師の需要はどんどん増加すると言われています。海外はどうなのかっていうところなんですけど、アメリカの歯科医師の平均年収2000万円ぐらいです。めっちゃ高いです。っていうのももちろん物価の違いもあるんですけど、歯に対する意識っていうのが日本人とちょっと違うんですよ。っていうのも海外アメリカとか歯の白さであったりとか歯並びが整っているかっていうのが就職にもすごい影響するぐらい重要視されてて、歯並びが悪いと あいつ金ないんだっつって結構惨めに見られることがあるんですよね。さらに日本では保険に加入していれば治療費のうち一部負担で、あとは国が負担するんですけど、海外ではそういった制度がない国も多くて、民間の保険に入るか実費で支払うことになるんで自己負担が大きいんですよ。だからなるべく虫歯にならないように毎日丁寧に歯磨きしたりとか自己管理を行ってるんですね。ただこういった背景から海外での歯科医師っていうのは需要が高いんで年収が高いっていうのも納得できますよね。あと最近矯正で言うとマウスピース矯正問題っていうのが増えてて、一般的な矯正っていうのがワイヤー矯正っつってね、ワイヤーで歯を引っ張って徐々に移動させて歯並びを良くするんですけど、マウスピースっていうのが歯に透明なマウスピース型の装置をはめて歯を動かしていくっていう方法なんですけど、どっちもですね歯並びを良くする点では素晴らしいんですけど、今回問題になってるのがこのマウスピースを使う装置がネットで買えてるんですよ。実際ネットで買ったマウス
ピースをつけて歯の噛み合わせ逆に悪くなったっていう報告が多発してるみたいで、日本矯正歯科学会っていうところがネットで医師が介入しない形でマウスピースを購入して歯の移動を行うことは非常に危険であると注意を促しています。まあすごい高い前にネットで安く済ませようって気持ちもわかるんですけど、ただこれで取り返しつかなくなって結局病院行かないといけないっていうこともあるんで、しっかり信頼できる歯医者さんに依頼することをお勧めします。であとちょっと歯医者に関して気になってたことあったんでいくつか調べてきたんですけど、まず歯医者って治療1回で終わんないじゃないですか。だいたい歯行ったと思って行ったらまた来てくださいっつって短い時間治療して終わるパターン多くないですか。これ実は理由があって、歯を削ったりとか根の治療したりとか詰めたり歯型を取ったりとか、まあ、シンプルに手間のかかる処置が結構多いんですよ。さらに保険診療では多くの方に平等に治療を提供しないといけないっていう細かいルールがあるんで、1回の通院でできる治療には限りがあるんですよ。なので決してこれ歯医者が儲けようとして通院回数をあえて増やしてるわけではないってことを言われてます。多分次に2つ目、診察してるとき1から304C5COとかね、なんかすごい呪文言うじゃないですか。これ前歯が1でそこから奥歯に向かって23らしいんですけど、 C って言われると虫歯だよってことらしいですね。 C0 から C4 まであるんですけど、 H234C4 とか言われたらもう結構絶望ですよね。最後にね、これはあるあるですけど、治療中痛かったら手挙げてくださいねって言われますよね。やっぱ全人類悩むんですよ、どこで手挙げたらええのって。ただこれ結論から言うと、結構いろんな人の意見見たんですけど、挙げてくれって思ってるそうですね。だからなんで我慢してんのみたいな感じだそうです。ただ間違っても治療してる医師側の手は絶対挙げないようにしてください。ドリルやってる時痛いっつって挙げてドリルに当たってグイーンみたいな、恐ろしいですから、まあ、皆さんもいい歯医者を選べるようにしてくださいということです。はい、と本日は歯医者さん関係の話したんですけど、まあ、日本では保険が手厚くて医療設備も十分整ってはいるんですけど、永久歯を失うと二度と生えてこないんですよね。辛い。誰か僕に行く勇気を与えてください。急なんですけど、とんでもない労働環境で思い出したくなかったんですけど、分かる人は分かる寝台入れ替えの時のパチや地獄、まず普通に働いて営業終わった夜中から寝台に入れ替えるんですけど、それが2時とか3時ぐらいまでやるんですよね。めちゃくちゃ重たい台を何十台と運ばないといけないんですよ。次の日は天休日になるんですけど、動作確認とかデータがちゃんと取れてるかとか配線とか清掃をやるんですけど、朝6時起きで夕方6時ぐらいまでやって、次の日寝台入れ替え初日でお客さんめっちゃいる中で走り回らないといけない。これ毎回きつかったですね。ちなみに持ちにくかった台は圧倒的ガロです。剣が邪魔、しかも落としたら120万です。確か僕仮面ライダー V3 かなんかのガラスぶち割ったことありますね。すいませんでした。さあ今日なんですけど、先日リスニーさんからこんなリクエストをいただきましたよ。タカさんこんばんは。こんばんは。昨日仕事帰りにカラスに小石を投げて遊んでいましたら、何しろよこれ、5話くらいから仕返しをされて頭をついばまれて出血しました。これって労災認定されますよね。ぜひ調べてください。また過去に起きたやばい労災事故などあればぜひ取り上げてくださいということなんですけど、お前動物の森か。労災なわけあるかボケと思ったんですけど、これ実は微妙なラインだったりするんですよね。特に寄り道せずに職場から家にまっすぐ帰ってる途中で怪我をした場合、これ業務中って扱いになって労災認定されるケースもあるみたいなんですよ。いやまあでも状況が自業自得すぎるしな。ちょっとこの辺は後ほど詳しくお話ししたいと思います。でちょっと話を変えて、労災といえば最近こんな悲しい事故ありましたね。それが今年の9月19日 JR 東京駅八重洲口近くのビルの建設工事現場にてクレーン車で吊り下げられていた重さ15トンの鉄骨が30メートルほどの高さから落下しました。そこに居合わせた作業員5名が巻き込まれ、うち2名が亡くなるという事故が発生してます。これは鉄骨が十分に固定されていなかったことが事故の原因だと見られていて、今も警察による状況捜査が進んでるということなんですけど、これは悲惨な事故でしたね。また最近で言うと今年の9月18日の未明、福岡のペイペイドームにてビーズコンサートの解体作業を行っていたところ、鉄骨が落下、近くで作業していた男女7名が重軽傷を負うという事故が起きています。これに関しては業務上過失致傷の疑いもあるとして、警察は事故の経緯については詳しく調べてるということです。はい、とまあ直近でこのように似た事故がですね2件も発生してるということなんですけど、やはり建設現場なんかこうした事故が割と多いんですよね。これらの事故で怪我をした人に関して今後どういった対応が行われるのかというところなんですけど、ここからちょっと労災に関する基本的なお話になるんですけど、こういった労災を聞くと先ほどみたいな建設現場で起きた事故とかをパッとイメージすると思うんですけど、他にも労災認定されるものでいくと、過酷な職場環境による過労死とか過労自殺、あとセクハラパワハラによる精神障害なども労災と判断される場合があります。こういった場合はですね、労災保険制度ってものがあって、従業員一人でも雇ってる会社であれば絶対に加入しないといけないという義務があるんですけど、業務上の怪我、病気、死亡に対しては労災保険が給付されることになっています。ただ実際に労災として認定されるかどうかっていうのが結構ケースバイケースでして、先ほども言ったように例えば会社から家までの通勤で怪我をした場合ですね、通勤っていうのは業務上必ず必要なものなので労災保険も給付される可能性が高いと言われてるんですけど、ただあとは仕事の休憩中ですね、出張の間に起きた怪我なんかもそうなんですけど、反対に慰安旅行中に溺れたとか、業務に関係のないところで他の社員と殴り合いになったとか、あとは社宅の窓が割れて足を怪我したとか、こういった場合業務との直接の関係がないんで労災保険が下りない可能性が高いと言われています。たださっきも言ったようにですね、ケースバイケースなんで労災の疑いがある、これはどっちだろうと思った方はですね、法律の専門家に一
度相談してください。なんで、あの、せっかく DM いただいたのに申し訳ないんですけど、ここでやっと質問に答えると、一度弁護士に相談してください。あと、カラスに石は投げないでください。はい。で、あと、ちょっとこれは余談なんですけど、今年の7月ですね、厚労省がカスタマーハラスメントっていうものがあって、それカスハラって呼ばれるんですけど、これによる精神障害を新しく労災認定の基準に加える方針を発表したんですよ。このカスハラっていうのがあまり聞き馴染みがないものかもしれないんですけど、顧客とか取引先、施設利用者等からの著しい迷惑行為のことでして、まあクレーマーですよね。っていうのも特にコロナ禍になってから急増したということで、今ちょっとした社会問題にもなりつつあるんですよ。じゃあなんでこんなカスハラをするカスが増えたのかってことなんですけど、在宅勤務によるストレス、管理職の高齢化、高齢の方っていうのがハラスメントの知識に疎い傾向があるんですよね。あとウェブとか SNS の普及ですね。消費者がウェブ上で団結して企業に圧力をかけやすくなったとか、これはちょっと詳しく以前話した最近のクレーマーが過激化してヤバい件についての動画を見てみてください。これで精神を病んでしまったとかだったら労災が降りるようになるということですね。ここまでは労災に関する概要的なお話なんですけど、ここからちょっと後半はですね、 DM にもいただいた過去に起きた労災事故、これいくつかご紹介します。早速です。まず一つ目が三井三池三河炭鉱炭人爆発事故。こちら戦後最悪の労災事故と呼ばれています。こちら発生したのが1963年の11月、福岡県大牟田市にあった三井三池炭鉱でのことでした。事故当時、この炭鉱ではおよそ1400人ぐらいが働いていました。この当時の福岡県っていうのは炭鉱で栄えてましたよね。そんな中突然ですね、石炭をパンパンに積んだトロッコの連結が外れてしまって、火花を出しながら暴走。坑内には炭人というね、石炭の粉が充満したんですよ。で、こっからこの暴走したトロッコによって電気ケーブルが破損しまして、そのケーブルからスパークが起きたんですよ。そのスパークが炭人に引火して坑内で大爆発が起きたんですね。この爆破でおよそ20人が即死します。ただこれは始まりに過ぎませんでした。この爆破によって次は一酸化炭素が大量に発生、およそ1400人の作業員が高濃度の一酸化炭素にさらされます。ちなみに空気中の一酸化炭素濃度がですね、たった 0.02% でもめまい、頭痛、吐き気なんかの中毒症状が出始めるんですけど、この時検出されていた濃度がなんと 6%、 しかも救助は大幅に遅れるということがあって、長い人で7時間も続きました。で、結果的に救助された940名のうち839名が一酸化炭素中毒、死者は458名にも上ったんですね。この事故が起きた直接の原因っていうのが、まあ、トロッコの連結が外れたことではあるんですけど、当時三池炭鉱ではこの場所では何十年も事故が起きてないから大丈夫だろうみたいな、ある種の安全神話みたいなものが出来上がっていて、それが安全対策の抜けであったりとか救助の遅れの間接的な原因だったんじゃないかと今では言われています。で、ちょっと余談なんですけど、この事故のその後の対応っても結構やばくて、三井炭鉱の幹部たちがまさかの不起訴になってるんですよね。ちょっとこの辺の話も気になる方がいれば今度がっつり動画にしたいと思います。お次は海外なんですけど、こちらも最も悲惨な労働災害事故と言われています。それがトライアングルシャツウエスト工場火災。これも結構有名ですよね。発生は1911年、当時ニューヨーク市のマンハッタントライアングルシャツウエスト工場でのことなんですけど、ここはシャツウエストっつって当時流行っていたブラウスを作る工場だったんですけど、500名ほどの従業員が今の価格で時給400円ぐらいで働いていたんですよね。10階建てのビルの8階から10階がこの工場だったんですけど、洋服を作ってるわけなんで、発火しやすい布とか引火しやすい糸がですね、かなりの高さまで積み上がっていたんですけど、そんなある日ビルの8階から火災が発生します。この階はオフィスになっていて、工場のオーナーとかその家族がいたんですけど、もうすぐに避難したんですね。で、9階10階、まあ当然従業員がまだいたんですけど、なんと盗難防止のためにですね、外から鍵がかかった状態だったんですよ。その時唯一あったのが外付けの非常階段。これもかなりボロボロで、200名ほどの従業員が一斉に殺到したことで、この階段が一瞬で崩れて、およそ20名が数十メートルの高さから地面に叩きつけられて死亡しました。で、この助かる手段を失った残りの従業員はですね、火だるまになるか飛び降りることしかできなかったんですね。結果的にこれ死者が146名にも上って、この事件もですね、有名なのがこの悲惨さにももちろんあるんですけど、実はこの一件がですね、労働基準法の設立とか労働組合の発達につながったと言われています。こちらもしリクエストがあれば深掘り動画出したいと思います。最後はですね、ちょっと変わったやつで、割と最近の日本で起きた話なんですけど、今年の3月ですね、静岡県の建設作業員の男性が作業中に頭を強く打って亡くなるという事故が起きました。当時消防に入った通報っていうのが、10キロぐらいの鉄製の資材が落ちてきて作業に当たったという報告だったんですけど、ただその後目撃者の証言によって、本当は別の作業によって角材で頭を殴られていたってことが発覚したんですね。この通報が完全なる嘘だったんですよ。労災と見せかけた殺人ですよね。これ目撃者がいなかったらどうなってったんだろうと思いますよね。ひどい話ですよ。で、ちょっと話を変えてですね、さっき建設現場っていうのが労災事故が多いっていう話をしたんですけど、実際どの業種が一番多いのかっていうのを改めて調べてみました。死傷者数と死者数では若干業界が違うんですけど、令和2年度のデータによるとですね、死傷者が多い業界っていうのが1位が製造業、これがおよそ 2.5 万人、全産業の 20% ぐらいでして、続いて陸上貨物運送事業っていうのが 1.6 万人で全体の 12% ぐらい、そして小売業が 1.5 万人で 11.7% と製造業が非常に多いですね。ではどういった内容の事故が多いかというと、まず転落墜落、こちら4756人で 34%、 続いて転倒が1672人、 11% ですね。そして挟まれ巻き込みも1669名と 11.1%。 じゃあ次に死亡者数を見ていくんですけど、やはりダントツで多い職業が建設業でした。ダントツトップで258人、全産業の 32.2% です。で、2位が製造業で136人、全体の 17% くらいですね。で、先ほどの陸上貨物運送事業というのが87人で 10%、
30% ぐらい。内容別で見ていくと、墜落そして転落が95人で、全体で言うと 36% 以上です。さらには交通事故ね、運ぶ時に事故を起こしてしまう、これが37名で 14.3%、 挟まれ巻き込まれ事故が27名で 10.5% っていう結果です。なのでこの業界にもし携わっているリスナーさんがいたらですね、十分に気をつけてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日はこういった労災事故に関していろいろとお話をしたんですけど、調べてみましたところですね、去年1年間で労災にて亡くなったもしくは怪我をした人っていうのがここ20年で一番多かったっていう話があったんで、先ほど紹介した業種じゃない方もですね、改めて転ばぬ先の杖という言葉を忘れずに日々お仕事頑張ってくださいということです。というわけで今日は以上です。ぜひ感想やご意見ある方はコメント欄までお待ちしております。労災でこういう怪我をしたことある、こういうパターンがあったよという方はですね、ぜひこちらもコメント欄までお願いします。最初はグーじゃんけん。まずこの改正っていうこのスーパー2文字なんです。この2文字だけで僕の全てを超えるんですけど、偏差値で言うと中高どちらも70超えてます。全国でもトップクラスに頭がいい、賢いっていうイメージがめちゃくちゃ強いと思うんですけど、今回はそこは関係なくて、実際にリスニーさんが言うように、引率する先生がいながら起きてしまった遭難事故っていうのがあるんですよ。楽しいはずの冬休みの登山が泥沼訴訟にまで発展するという最悪の事態になりました。この先生が原因で裁判っていうのはなかなか珍しいと思ったんで、今日はそれを調べて、後半には山で起きたいろんな遭難事件紹介していきます。こちら一旦概要です。今から約40年前の1980年12月、長野県北安住郡白馬村の八方根にて、逗子海星高等学校の課外活動中に山岳部の生徒5人と顧問教師1人が死亡するという遭難事故が発生しました。彼らはクリスマスの当日25日ですね、パーティーみたいなもんですよ、記念に飛騨山脈の後ろ立山連峰にある長野県北安住郡白馬村と富山県黒部市にまたがる標高2696m の山唐松岳というところに登るため、夜行列車で新宿駅から白馬駅に出発しました。次の日の26日、ロープウェイとリフトを使って登って、そこから徒歩で 2005m 地点の第2ケルンまで登ったところでテントを張りました。すごい大掛かりですね。そして翌日の27日、11時にテントを出発、唐松岳方面に向かって登ったのですが、時間切れになってしまうんですね。標高 2080m 第3ケルン付近まで行ったところで引き返してはいるんですけど、天候の悪化によって視界が白一色になるホワイトアウト状態になってしまうんですね。これで場所が分からず戻ることができずに遭難してしまったとされています。で、次の日の28日には対策本部が設置されて、30日には自衛隊のヘリによって第2ケルン付近のテントを発見されたんですけど、それ以降の捜索が困難になったんですね。結局6名、雪解けの始まるおよそ半年後の5月、第3ケルンから数キロメートル離れた松川の支流で遺体となって発見されました。ただ実はこの事故が起こる70年前、1910年にも逗子海星中学のボートが転覆して生徒12名が亡くなった事故っていうのが起きてるのが記録に残ってるんですよ。で、その後この事件ですね、正規のクラブ活動と認めないとする学校側と、いえ先生が引率した正規のクラブ活動でしょと、秘密保持義務違反と教師の使用者責任を問うというね、遺族側の話し合いが対立しまして、裁判に発展します。学校側は学校行事であると認めて和解金2億800万円を払うことで和解は成立してます。ただ一方ですね、この顧問の先生に関して登山歴っていうのは20年ぐらいのベテランだったんですけど、冬山の経験がなくて、さらに山岳部とか山岳会の所属経験もなくて、顧問研修には1回も参加していないっていうことが後に判明したんですよ。未熟すぎるリーダーが引率したことによって引き起こされた事故だとも言われています。で、調べてみたら、この海星中学校高等学校でこの2つの事故を挙げて、二度とこんな事故が起きないようにと全校集会を定期的に開いてるみたいですね。ただやっぱり山っていうのは恐ろしいところではあります。他にも結構学校の行事中で起きたってものがあるんですよ。六甲山落石事故、これが1985年ですね。六甲山集中登山に参加した灘高校3年生の A 君がですね、頭部に落石が直撃して、頭蓋骨骨折と脳挫滅及びくも膜下出血の傷害を受けて、ほぼ即死状態で亡くなりました。で、今回行われた校外行事、この時高校から提出されていた5つの登山ルートの中から生徒がグループごとに1つのルートを決めて、事前にコースここ通りますっていうのを届け出ないといけなかったんですけど、 A 君のいたグループっていうのが学校に出したのとは別のルートで登ることを登山前に生徒間で決めていて、事故当日にも事前に自分たちが計画していたルートで登って、それを学校側に報告していなかったんですね。ただ落石だったんで、遺族は学校法人に対して約9020万円の損害賠償を求める裁判を起こしたんですけど、判決ではこれは生徒の自主的な行動であり、事故を客観的に予測できなければ学校側には責任ないとして遺族の訴えを棄却しました。他にも唐沢岳滑落事故、これが1994年の1月ですね。弘前大学登山部の4人が冬季合宿で北アルプスの唐沢岳西尾根を経由して奥穂高岳を往復する登山をしました。ここでサブリーダーであった B さんが急斜面でバランスを崩して死亡、その中で最も経験があった3年生のリーダー部長の A さんがですね、ルートの選定とか登山用のロープのザイル、ハーネスとロープをつなぐスリングとかの装備品を持っていくか、これをメンバーとかで話し合った結果ですね、携行品いらないですねってなって、大学側も事前にこの登山計画書とか確認していなかったんですよ。ただ遺族がですね、 A さんと大学に対して損害賠償を求める訴訟を起こしたんですけど、第一審控訴審ともに B さんの不注意が直接の原因であるとして、 A さん及び大学の安全配慮義務を否定、遺族側の訴えを棄却しています。この2つの
の事例、高校と大学っていう違いはあるんですけど、いずれも個人の判断でそうなったよねと判断されてます。遺族は辛いと思うんですけど、概要だけ見てもね、これはなという事件です。っていうのも、山っていうのはガイドさんがいても亡くなってしまうっていう事故が起きてます。それがトムラウシ山遭難事故。こちら2009年の7月ですね、北海道の大雪山系を縦走する2泊3日の登山ツアーっていうのがあって、お客様15人ガイド3人で登るんですけど、まずそもそも暴風だったんですよ。そこで遭難してしまって、ガイド1人を含む5、60代の男女8人が低体温症で亡くなってしまったというものなんですけど、事件は7月14日ちょうどこの時期ですね、旭岳温泉から白雲岳の避難小屋まで 12.5 キロのルートを8時間かけて登って、翌日2日目の15日は宿泊した小屋から16キロぐらいのルートだったんですけど、そもそも悪天候の影響があって体力を消耗する人がちょこちょこ出たんですね。で、翌日の16日事故当日なんですけど、この日も朝から激しい雨と強風で天候がひどくてですね、心配した何人かの参加者はこの中では登りたくないっつって中止を申し立てたんですけど、午後は晴れますっていうガイドが判断してツアーは続行されました。この判断が誤っていたんですね。予定より30分ぐらい遅れた午前5時半、一行はですね、山小屋を出発したんですけど、天候の影響で進行のスピードが遅すぎて、出発から5時間ぐらい経った午前10時半頃、一人歩行困難に陥ります。で、その場にガイド1名が残って、あとの16人は先行しようとしたんですね。するとそこでも別の女性が低体温症になって意識不明、他にも体調が悪化した人がいたため、メインのガイドと合わせて5人がその場に留まります。さらに正午頃、10人を連れて先に降りてと指示を受けた1人がですね、ガイド1人と参加者たちと再出発したんですけど、ガイドの歩くスペースが速くて参加者がその場でチリジリになったんですね。結果、山頂近くで女性参加者7名、ガイド1名の8人が凍死、5人は自力で下山、あとの5人は翌日救助されましたが、夏の山では前例のない大惨事になったんですね。夏とは言っても山頂付近は最低気温4度ぐらいですからね。その後ですね、登山ガイド2名とツアー会社当時社長はですね、業務上過失致死で送検されたんですけど、釧路地検がですね、嫌疑不十分で不起訴処分としたんですよ。じゃあなぜこれが起きてしまったのか、後に言われた原因としては、台風並みの天候にもかかわらずガイドがツアーを続行したこと、ガイドの救助要請が遅れたことでここまで被害が拡大したのではないかと言われています。やっぱりガイドがいるからと安心しちゃうんですけど、この日本においてですね、公益社団法人のガイド協会みたいな私的団体に所属するための資格付けはあるんですけど、公的な国が認めてる資格っていうのはなくて、さらに言うと登山ガイド、山岳ガイドを行うのに必要な資格は必須ではありません。なので、まあ極論ですけど、運転免許持ってない運転手が運転する電車バスに乗るような感じで、めちゃくちゃ安いところだと登山の経験とか知識がないような若い方がつく可能性が多いんですね。ただそうなるとね、ガイド自体、会社自体も危険なんで、よっぽどじゃないとそんな人がガイドしてくることないと思うんですけど、もちろん自然が相手なので全ての原因はそうとは限りませんが、実際遭難事故めちゃくちゃ起きてて、警視庁の山岳遭難の発生件数なんですけど、2020年では2294件、21年でも2635件、そして去年は3015件と年々増加してます。この10年見てみても3割以上増えてるんですよね。っていうのもやはり近年アウトドアブームで気軽に登山する人たちが増えていったっていうのも関係してるんですけど、遭難の原因としては7割以上が迷ってしまったりとか、やはりそこに場所に関する認識が甘かったり、不十分な装備で無理な計画を立てて、体力不足で不注意を起こし落ちてしまって遭難するっていうのが多く見受けられています。いくらガイドがいたとしても、やはり自分の身は自分で守るしかないということが言えるんですけど、やはり大前提としては自分の体力に合った登山コースを選ぶってことが大切です。歩くだけやんと、いやいや、僕なんか中学校の頃にですね、なんかその町の登山のなんちゃらみたいな参加した時、開始10分で足パンパンになって手を挙げたら引き返せるんですけど、そこで手を挙げたんですよ。あ、これ無理やつって引き返して待機場のテントまで行ったら弟もおった。めちゃくちゃ笑いましたね。あとはやはり方角ですね。これも分からなくなると大変なんで、電波が分からない状況でも居場所が把握できる優れものな登山用アプリあるんで、登山行く方入れといた方がいいと思います。あと事件の中に出てきた言葉で、登山計画書ってものがあるんですけど、これ何かっていうと、個人情報とかその日のルート、持っていく装備、食料とかを事前に記入して提出するもので、登山した時捜索の手がかりにめちゃくちゃ助かります。実際ですね、自治体によっては条例で義務化されてるところもあるんで、遭難してしまったらもう仕方ないんで、そこからね、周りに迷惑かけないためにも一般的なマナーとして考えておいた方がいいのかなと思います。ただやはり生きてる間に一度ぐらいね、なんか行ってきゅうみたいなでっかい山に登ってみたいなとかありますよね。ぜひ皆さんの中でね、山登った経験ある方いましたらコメントで教えてください。やっぱり山頂って気持ちいいんですか？教えてください。今日なんですけど、リスニーさんからこんな DM 来てました。タカさん、こんにちは。こんにちは。最近友達と沖縄に行ってきました。バスを乗ってる時、ガイドさんが沖縄では未だに不発弾が残ってる等の話をしていたのですが、この令和の時代に戦争の爪痕が未だに残ってることに驚きを感じました。そんな中でも日本で起きた不発弾の事故って実際にあるのでしょうか？合わせて不発弾の現状もどうなってるのか気になるので、動画にしてください、お願いします、ということなんですけど、こちらありがとうございます。はい、この不発弾問題なんですけど、まずそもそもこの不発弾って何なのか、これ皆さんご存知ですか？知ってるよ、言わなくても分かるよ、黙れてね。
いろんな声聞こえてきますけど、これは爆撃機とか戦闘機から投下された爆弾とか、あとは戦車とかから発射された砲弾がですね、何らかの原因で爆発せずに地中に埋まってるものであったりとか、あとは海中海底に設置された機雷とかですね、これが爆発せずに残存してるものを言いまして、じゃあなんでこれ不発になるのかっていうものは、大体の原因が作動装置である信管の不良であったりとか、中の火薬の劣化っていうのが挙げられるんですけど、これだけではなくてですね、他にもロケット弾とか迫撃砲弾とか、あと手榴弾、地雷とかね、これらも全てまとめて不発弾となっています。で、処理に当たる際の避難範囲に関しても大きさとか種類によって変わってくるんですけど、地雷がもし埋まってると大体半径 300m ぐらいは離れないといけないんですよ。キルアの親父の円ぐらいの半径ですね。で、13センチくらいの砲弾でも半径 156m あるんですよ。これが1000キロ爆弾とか大きいものになってくると半径は1キロとかを超えてきます。まあ、ただ住んでるとこによっては普段普通に生活してて公園で発見したよなんてことは実際ないと思うんですけど、過去にはですね、爆破事故ってのは起きてるんですよ。例えば1999年三重県桑名市木曽崎町というところの国道23号で、道路の幅を広げる拡幅工事の現場で施工中に地中に埋まっていた不発弾が爆発して作業員1名が死亡したってものがありました。あと10年以上前なんですけど、2009年ですね、沖縄県の糸満市で水道管の敷設工事中にパワーショベルの先が不発弾と見られるものに接触して爆発しました。この時は作業員1名が顔や頭から出血する大怪我を負っています。こういった事故が今でも起きてるんですけど、それ以外でも毎年のように日本のどこかでこの不発弾っていうのは発見されてまして、後ほど解説するんですけど、これら全て発見されたものを合わせると桁違いの凄まじい量になります。皆さん大体どれぐらいだと思いますか？何百本、数千個かなと思うんですけど、実際沖縄県が本土復帰したのが1972年、そこから2016年までで不発弾の処理量っていうのが全国では件数にしておよそ11万件、重さで言うと4255トンもあるんですよ。さらに沖縄だけでも 3.6 万件1768トンとね、驚異の量であります。他にも市町村別の不発弾発見届出件数っていうのがあって、これが1979年から2016年の間なんですけど、まあ、最も多いのが沖縄の那覇市で7051件、次いで浦添市が3761件、糸満市が3174件と続いてて、市町村別の数字で見ても沖縄県っていうのが頭一つ抜けて多いんですけど、結果としてはですね、毎年20トンから40トンぐらい処理されてるんですけど、完全に処理が終わるまではまだ80年くらいはかかるんじゃないかと言われています。過去に大きな事故になったものもありまして、それが湧別機雷事故というもので、これが太平洋戦争中だった1942年の5月26日、現在の湧別町にあたる北海道の紋別郡下湧別村本土浜というところに、旧ソ連製と思われる国籍不明の機雷というのが漂流したんですよ。これを処理するために移動させていたところ、この機雷が爆発しまして、半径約 50m 四方に爆風が起きて、警官6名と消防団員43人、矢島に来ていた39人が即死となったほかですね、搬送された重傷者のうち6人が亡くなって100名以上の負傷者が出たという事件なんですね。26日の決行日になるとですね、爆物処理のお知らせというのが地元住民とか学校近隣地域まで広がって、国鉄の有毛線というところで矢島を運ぶために4両編成の臨時列車が運行になって、村の中はほぼお祭り騒ぎの状態になったんですね。これで見物客っていうのも1000人ぐらいとされています。これで多くの人が集まってしまって、結局2つの機雷っていうのがポンド浜でまとめて処分されることになったんですけど、これでまあ普通だったら水中で爆発させて処分するんですけど、ただそれだと魚介に被害が及ぶ可能性があるからっつって、当日漁業者が反発したんですよ。だったら陸上で処理しましょうということで合意しちゃいまして、警防団17名が1つの機雷にロープをかけて、波打ち際から砂浜馬車道まで移動させたんですけど、硬い馬車道に着いた瞬間、機雷は轟音と青白い閃光を放って爆発、直径 10m 深さ 3m の大きなくぼんだ地形ができるほどの爆発が起こりました。この破片が吹き飛んで大惨事になったんですね。この公開爆破を決行した所長であったりとか、直前に地点を変更させた警防団の代表者にも問題があるってされてるんですけど、ただこの興味本位とかでね、現場に行ってた人たちも非がないわけではないんですけど、っていうのもこの時代ね、情報が少なかったんで、この爆弾がこれだけで爆発するとか、こんなに威力が強いものだっていうことを誰もわからなかったんですよね。今だと映像とかその爆弾の威力とかって情報がたくさんネットに載ってるじゃないですか。こういったものがこう適切に処理できるっていうのは最近のことで、現在直近で言うと2019年、東京都江東区のタワーマンションの建設現場で、太平洋戦争末期に米軍が投下したと思われる焼夷弾とみられる不発弾がですね、4月から6月にかけて3発も見つかったんですよ。いずれも長さが 1.2m、 幅 40cm、 重さにしては 230kg の米国製で、地表からたった 3-4m 下のところに錆びた状態で埋まっていたんですけど、その後無事撤去されました。あとは今年の7月20日ですね、岩手県釜石市中妻町3丁目にある市道でガス管を取り替えるための工事を行っていたんですけど、作業員が 1m ほど地面を掘り下げたところ、不発弾と見られている物体発見されました。これは長さおよそ 35cm、 幅 12cm とさっきのよりも小さくあったんですけど、ただこの砲撃がですね、1945年の7月と8月に2回にわたって大体5300発ぐらいアメリカとイギリスの両海軍の連合国軍の艦隊によって撃ち込まれて大火災になったっていう記憶があるんですけど、そこの釜石艦砲射撃っていう砲撃、これがあった場所なんですけど、まあ、その時のものじゃないかと見られています。そういったようにですね、まあ、国内の至る場所でもこの不発弾が見つかってて、これは大体太平洋戦争中のものが多くてですね、まあ、当たり前ですけど当時空襲にあっていた地域などで見つかることがほとんどです。あとはかつ
つて軍事拠点だった舞鶴港とか、旧日本軍の基地が近隣にあった松山郊外港地区とか、あとは射撃場として使われていた場所でも確認されてるんですね。地上だけではなく海にも大量に残ってまして、第二次世界大戦中日本近海に配置された機雷っていうのがおよそ1万1000発あったんですよ。じゃあどれぐらいまだ残ってるか、だいたい5000発ぐらいまだあると予測されています。まだ半分ぐらいですね。で、中でも特に沖縄は多いんですけど、県民の4人に1人が亡くなったとされてる沖縄戦、ここで使用された爆弾というのが日米合わせるとだいたい20万トン、そのうち 5% の約1万トンぐらいが不発弾として沖縄に残されていて、でちょっと思いませんでした、いやこれ米軍は回収してないのかと。実はね、米軍も回収してるんですよ。先ほども言ったようにですね、このうち沖縄返還前まで約5500トンぐらいが米軍によって処理されて、返還後ですね、2020年までに約2100トンが自衛隊によって回収されています。ただその一方で、返還されてから50年経った今でもですね、約1900トンぐらいの不発弾は未発見のままです。直近の数年でも陸上自衛隊第101不発弾処理隊の緊急出動件数というのが年間では400件から600件あると、だいたい1日1件以上のスピードで通報があってます。まあ、この日本にはまだまだ多くの不発弾が残ってるというのが現状なんですね。やはりこの直接的な戦争が終わったとしても、これだけの負の遺産が残ってる。そして多分僕がこの寿命尽きた後もですね、この不発弾の処理は続いていると。発見される数は減っていくと思うんですけどね、まだ終わらないんですよね。まあ、戦争の恐ろしさっていうのを改めて認識させられるっていうのもあるんですけど、これからもこういった現状があるよっていうこともね、ちゃんと知っておくのも大切なのかなと思います。特に新しい世代になるにつれて、悲惨な過去の事件だったりとか脅威とか危機感というのは薄れていってしまうものなんですよね。なのでもし皆さん見つけても、絶対触ったりとか蹴ったり刺激はしないようにしてくださいということです。ぜひこの動画に対する皆さんのご意見もお聞かせください。法的措置、法的措置、ありゃひどいわ。さあこれですね、たびたび僕の DM とそして相談アカウントの方にも来るんですけど、この一個ですね、タックさんにしか相談できないのですが、そんなことあります？私実は整形を考えてます。ただ失敗するのが怖いです。これが実際どれぐらいの頻度で失敗とか、どんな失敗が起きてるのか教えてくださいっていうことなんですけど、これ美容整形ですよね。まあこれが時代とともに手軽になった分ですね、まあ、実際考えることはあってもなかなか踏み出せない、ちょっと怖いなというところあります。やっぱりその理由としては、まず一回やったら戻せないんじゃないかという恐怖がありますよね。まあ、僕もね、この逆さまつげ治療したいなってずっと言ってるんですけど、二重になるのが怖いんですよ。今更二重ってめっちゃ怖いですよ。もう僕じゃないですよ、そんなもん。はい。まあそういった、もし自分の顔が理想通りにならなかったらとかね、いろいろ考えますよね。なので今日は実際過去に起きた事件とか、まあ、あとは共通してやばいと言われてるそういったクリニックの条件とかを話していこうと思います。結構ね、これが SNS 散らばってました。まずちょっと前に話題になったもので言いますと、中国の若手女優さんですね。この方が美容整形失敗によって鼻先が壊死したっていうものがあったんですよ。もうこれはね、ものすごく極端な例ですけど、こちらの女性がガオリュウさんという方でして、これが中国のブログサイト新浪ウェイボーですね、ここで500万人ぐらいフォロワーがいて、ものすごい人気のある女優さんだったんですけど、そんな彼女がですね、友人から紹介された医師に鼻を少しだけ細くしたらもっと良くなるんじゃないかっていう風に提案されて、いやもうこれは自分自身のキャリアアップにつながるなと思っていざ手術を受けたんですけど、これが悪夢の始まりでした。この手術後ですね、鼻が少しずつ色が黒くなって感染症になってしまったんですね。この実際の写真なんですけど、確かに鼻先だけすごい黒くなってて、でも元々本当に綺麗な方なんで、整形なんか必要だったのかなとか感じなんですけど、まあこれはちょっとしんどいですね。でやっぱりですね、こういった失敗の事例っていうのは少なくなくて、ただそれだけではなくて、今日のタイトル10人に1人とは書いたんですけど、この失敗エピソードのアンケート調査の結果からいくつかの傾向がありました。それがまず二重整形での後悔ですね。はい、これ結構してる人いるんですけど、まあ、すごい手軽にできる、値段もピンキリなんですけど、実際は二重整形してるとバレバレの目になってしまったと、あとは二重幅が希望通りじゃないとか、まあ、失敗ではないんですけど自分のイメージにならなかったっていう不満があるんですね。まあ、こういったものが10人に1人あると。あとは若気の至りで失敗してしまったっていうのもよくあるようでして、まあ、その時の流行りの顔とかアイドルグループを真似してやってみたんですけど、まあ、ちょっと後悔したっていうパターンですね。まあ、中にはね、プチ整形とか言ってすごいお手軽な金額のやつありますよね。ただやはりですね、失敗した理由に対してどれも共通していたのが、事前によく調べずにクリニックというか病院を選んでしまったというものですね。まあ、これが手軽になったイコール流行るブームとかのきっかけなんで、いろんな美容整形の病院が出てくるんですよ。さらに他より打ちやすいですよっていうのは、もともとお客さんがあんまりついていないってことにもつながってくるんですね。そういったところが乱立した結果、行き過ぎて死亡事故なんかにもつながってます。それが東京の聖路加国際病院というところ、ここで鼻の整形手術を受けた30代の女性がですね、植物状態になって死亡したという事件でして、この女性が2011年の2月、鼻の形を整える手術を受けて、その後呼吸を確保するために気道にチューブを入れようとしたんですけど、これが誤って食道に挿入されたということで、結果植物状態になって、2年後の2013年1月脳死による多臓器不全で亡くなったと報道されました。これは完全に医療ミスと言われたんですけど、この事件がですね、今年に裁判を行われて、これ女性の両親がですね、病
病院側に約1億1500万円ぐらいの損害賠償を求めたんですけど、これが東京高裁だって、一審の東京地裁判決は請求を棄却したんですけど、裁判長はですね、医師がチューブの挿入を十分に確認していれば女性が意識障害にならなかった可能性があるって判断して、病院側に約600万円の支払いを命じたという結果になっています。病院側のミスが少なからずあったのに600万円って安いやろと思いますけどね、まあ、多少なりともリスクはあったということなんですよね。でこういった美容整形の中で一番危険と言われてる何かなと思って調べてみたら、ブラジリアンバッドリフトっていうものが BBL っていうものなんですけど、ブラジリアンといったらワックスじゃないですか。これが臀部、お尻の肛門付近ですね、血穴確定の太い血管に体の別の場所から採取した脂肪を注入すると、そういった手術なんですよ。これでお尻を大きくするという感じなんですけど、世界中でこの手術を受けた3000人に1人が合併症で亡くなっていて、まあ、この数字パーセンテージで表したら 0.00033 とものすごい低い数値なんですけど、整形ですからそもそも死ぬこと自体ありえないんですよ。なので全ての整形手術の中では最高の死亡率を誇ってるんですよね。こう言われるとちょっと怖いですよね。まあこういったね、日本でもポピュラーになってきた整形なんですけど、やはり流行ったきっかけって韓国のイメージ強いですよね。まあ安くでできるっつって一昔は韓国に整形しに行くとかね、結構聞きましたけど、実はこの韓国のソウルにも昔整形通りと呼ばれてる通りがあって、日本の3割程度の値段で同じ施術を受けられる病院いくつもあったんですよ。まあ、でも怖いのがですね、ここの7割は自称医師、無免許だったって言われてて、めちゃくちゃ怖くないですか。まあ、これ今どうかわかんないですけど、まあ、実際そんなソウル市内で20代の日本人女性が美容整形の手術を受けて死亡するっていう事件ありました。これが2015年の11月、韓国に入国して整形手術のブローカーの案内で鼻と輪郭を直す手術を受けたんですけど、まあ、消毒を受けた後の25日、ホテル内で死亡が確認されています。これ以上の詳細がね載ってなかったんですけど、まあ、手術ミスという可能性が高いみたいですね。で、まあ、他にも失敗した事例でいくと、鼻を高くするためにフィラー注射をした20代の女性が右目の視力を失って右眉から鼻にかけての皮膚が壊死したんですね。でこの注射がですね、シワの改善とか顔の輪郭形成などが注射だけで気軽にできるとすごい人気なんですよ。他にもほうれい線を注入したヒアルロン酸で鼻の半分が欠損とか、今言ったほうれい線とか眉毛とか鼻筋の施術でよく起きています。ただ、まあ、もちろんこの整形成功例もたくさんあります。っていうかね、おそらくそっちの方が圧倒的にも多いです。僕の周りにも整形にしてるよって方結構多いんですけど、まあ、すごいやってよかったという方の方が多いんですよね。皆さんの身近だと YouTuber の方とかも整形公表してる人多いですよね。まあ、最近一番有名だったのが DJ 社長さんですよね。2021年の3月、韓国で総額2480万ウォン、これが250万円ぐらいかけて二重術埋没法、目頭切開、鼻筋プロテーゼ、頬骨の縮小、顎先形成とか、こういったあらゆる顔面整形手術をしたことを明かしています。これすごい変わりましたよね。で、あの令和の虎に出てるドラゴン細井さん、あの方も美容外科医なんですけど、細井さんから見てもめちゃくちゃナチュラルになってると、プロから見ても大成功だったんですね。これも韓国で行ってます。あとは登録者75万人超えの人気女性 YouTuber R ちゃんという方、この方は自身の整形体験をものすごいオープンにしてて、そういった動画で人気を集める美容系の YouTuber なんですけど、高校生の頃から26歳の現在に至るまで全身にかけた総額費用なんですけど2000万円です。すごいですよね。ただこういった整形をしていることによって批判が来ることはほとんどないらしくて、むしろこういった美意識に対する視聴者からの共感とか憧れという方が強くて人気だそうです。あとはですね、急にしましたね、大食いとかで人気のカノクスターさん、彼は小学生の頃からずっと鼻にコンプレックスがあったということで、鼻中隔延長というね、鼻整形を行って鼻先を下げる手術をしています。もともとなんか色も白くてかっこよかったイメージですけどね。なのでとりあえず今って男性の整形も別に珍しくないんですよ。僕もねこれはいいなと思ってるんですけど、最近はなんと身長も伸ばせるっていうのがあるんですよ。まあこれ値段めっちゃ高いんですけど、まあ、簡単に言うと骨延長という方法でして、大腿骨と肩骨の骨を切って少し離すんですよ。するとその部分がひっつこうとすることによって結果的に骨の長さが長くなっていくんですね。ちょっと信じがたいじゃないですか。ただ実際に日本の現役ホストのユーリさんという方がこの方法を使って身長158センチから170センチまで伸ばしています。すごいですね。体を手術することによって目を良くするとかね、あれは形じゃないんで整形ではないと思うんですけど、いろいろできるようになりましたよね。じゃあなんで日本でもこれだけ整形が身近になったのかと言いますと、もともと韓国国内の文化がそうさせたっていうのがあって、韓国って求人広告に容姿端麗とか綺麗な方募集とかかけたりとか、履歴書の身長とか体重の記入を求めたりすることがあるんですよ。日本よりも容姿に対して露骨に反応を取ったりとか、外見について結構ズバズバ言ったりするらしいんですよね。なので自撮りの文化とかセルカ棒とかも韓国から流行っていったりとか、あと自撮りの写真を加工するスノー、あれも韓国初なんですよね。もう見た目っていうのをすごい重視してるんです。なのでこういった韓流ブームっていうのが、まあ、日本にも身近になるようにつれて、それに伴って整形したいと考える人も増えたんちゃうかなと思いますね。これはちょっと前にマスクを外せない若者とかでも話しましたよね。まあ、写真の中の自分と現実世界の自分にギャップを感じてしまうってやつですね。よかったらその動画見てみてください。じゃあちょっと今日は最後にですね、調べてみててズバリここやばいなと思った病院の特徴を調べてきました。まず1つ目、口コミ。はい、今これ SNS で誰でも書き込めるんで、その病院を検索したらいいことも悪いことも山ほど出てくるんですよ。で気をつけないといけないのが、ホームページとかで紹介してるその口コミっていうのは、まあ、実際ホームページ側で消しちゃった
りできるんで、あんまり当てにしない方がいいです。まあ、どこまでの失敗があって成功があるのかっていうのを見るのも大事ですね。まあ、そこに伴って2つ目、カウンセリングやアフターケアが充実してるか。はい、これいい病院っていうのは、まずカウンセリングを行います。で、そのカウンセリングに、すいません、うち今2ヶ月待ちですとかザラにあるんですね。なので、やはりそれだけ人が来てるってことなんで安心できる材料ですよね。逆にですね、カウンセリングが雑、あ、今日できますよとか、あとはその時の値段と全然違う。あとはアフターケアの説明とか、リスク説明がないというところ。これもね、実際カウンセリングの時に行うので、まあ、リスク説明とか、これをやることによって、もしかしたらこうなるかもしれないとか、こうなる確率が 1% くらいあるとか、まあ、そういったものをしてくれない人っていうのは注意です。次に3つ目、執刀医に会わずに当日を迎える。はい、これなんかですね、こうなりたいですっていう説明をしたりとか、そのカウンセリングをした人と全く別の執刀医が来るということなんですけど、こうなるとですね、希望通りにならないことが多いと。いや、めちゃくちゃ当たり前なんですよ。まあ、要は伝言ゲームになるんで、その人がそうなりたいと思ってても、あ、カウンセリング担当したやつはこう言ってたなってなって、全然違うのが出来上がるとか、やっぱあるんですよね。まあ、他にも結構細かいのあったんですけど、共通してる、最低限というところですかね。わ、これぐらいでしたね。まあ、ちょっと他にもぜひね、整形したことがある方、こういった病院良くないよっていうのがあったらね、コメント欄まで教えてください。ただですね、やはり最終的には自己責任ということになるので、今言ったね、後遺症で苦しむのは一生ですから、皆さんね、まあいいかということで安易に契約しないには注意してください。はい、というわけで今日はですね、実際に過去に起きた事件とか、ここやばいよって言われてるクリニックの条件なんかを紹介しました。いや、マジでここのクリニックやべえよみたいな名前とか結構上がってるんで、まあ、それはちょっとご自身で調べてください。まあやはり気軽になった今だからこそ自己満足とか、モテたいからとか、まあいろんな理由で整形考えると思います。なのでまずは自分で努力してみて、あ、やっぱりここ気になるな、どうしてもこうしたいなと思ったらやってみるのがいいのかなと思います。まあ、その時は必ず信頼できる医師と相談して後悔しないようにしてください。信頼できる医師の方、僕に連絡くださいってことで。無料で受けようとしてる小敷 YouTuber ということで、まんざらでもないですけどね、ぜひね、感想とありましたらコメントまでお願いします。急なんですけど、タケル VS 那須川天心戦見ました？どうでした？泣きましたね。次の日までずっと放心状態でしたもんね。特に一番なりで泣いたかった、いろんな人を誘ったんですけど、誰からも返信来なくて一人で見たってとこですね。さあ、今日なんですけども、以前ですね、消えたオカルト番組というね、動画を投稿した際にですね、コメント欄で、オカルト番組も減ったし、ゾッとするような放送事故も減ったよね、っていうコメントがありました。これ確かになと思いまして、ただ最近ものすごい放送事故ありましたよね。NHK をぶっ壊すでおなじみ、立花さんが地上波で打ち切られたやつ。あれすごい話題になってましたけど、奥側のスタッフ側の顔見てみたいですよね。鼻フックぐらい引きつってたんじゃないですか。なので今回はですね、実際に起きたちょっとゾクッとするような放送事故というのをまとめてきました。ちょっと怖いの苦手だよという方はここでブラウザバックお願いします。早速です。1つ目、くまモン。ガチ痛そうで草です。失礼しました。1つ目、笑っていいとも最強のトラウマ回。はい、これに関しては僕が雰囲気落ち含め一番好きなやつなんですけど、こちら現在終了してしまった笑っていいともというお昼の番組で、申し遅れました森田です。でおなじみ、番組内のコーナーにて山梨県に住む視聴者からとある CD が送られてきたんですね。で、この視聴者曰くですね、B'zのアルバムリスキーの1曲目が自分が聞いたことのない曲にすり替わっていて、聞けば聞くほどその内容が変わっていく、音量が勝手に変わって電源が切れないので聞いてみてくださいということで番組に送られてきたんですよ。その時点で怖すぎですよね。で、実際に番組側の用意した同じアルバムと聞き比べるんですけど、10秒ぐらい無音が続いた後ですね、全く別の内容の音楽が流れるんですね。ちょっとこれなんですけど、で、こちらまた別の日に同じメンバーでこの CD を流した際にはですね、今度は前回聞こえなかった男性のうめき声が聞こえるんですよ。これでもうスタジオは悲鳴で大変なことになるんですけど、これ実はですね、音楽家のハイノケイジさんという方のニジウムというアルバムに収録された曲と一致するということで、これミスプリントではないかと言われてるんですよ。曲の内容が変わってる点とか、まあ、提供したのいう音量とか電源の操作ができないってことを考えると、まあ、ミスプリント、まあ、もしくはこの応募のために作られたんじゃないのかってことですね。いや、それでもぶっちゃけ全然現場の雰囲気とかめちゃくちゃ怖いですよ。いや、こういうのまた見たいなというのは僕だけですかね。まあ、笑っていいと思って言えばですね、31年間もお昼の生放送を続けてきたので、やはりアクシデントが起こってしまうこともたびたびありますよね。でもやっぱ改めて31年間生放送だった割にはというか、その歴史があった中では少なかったんじゃないかなとも思いますよね。個人的にはタモリさんがゲストを呼ぼうとした時に、観覧席の男がタモリさんの横に無言で座って強制退場させられたっていうのもめっちゃ怖かったですね。あと、番組終わると本当ですかって急に言った男が強制退場、あのぬいぐるみ事件ですよね。あと、ちょっと次トラウマなんで目塞いでください。こちら、首の曲がった女、これすごい怖いですよね。次です。2つ目、墜落事故。はい、こちらやはり放送事故っていうのは映してはいけないものが映ってしまうというものが多いですよね。次は事故現場で起きた放送事故です。こちら2015年ですね、東京都調布市の住宅街で近くの飛行場から離陸直後の小型プロペラ機が民家に墜落してしまうっていう悲惨な事故がありました。この事故というのが休日の昼前ということもあって、住人と搭乗員含め計3名が死亡、そして5名が怪我をするという悲惨な事故になったんですね。そしてこの上空から事故現場の報道
動っていうのが行われてたんですけど、その時亡くなってしまった方の遺体が映り込んで、消防員によりシートがかけられる様子も生中継にて放送されたんですね。こちら速報だったにしても、まあ、もう少しね確認して配慮できなかったのかと批判が相次ぎました。こちら住民は避けようのない事故に巻き込まれてしまったんですけど、同時にですねこれ管理会社への責任もすごい指摘されたんですけど、これ実は最近裁判が終結しておりまして、離陸前の重量確認を行ったとして業務上過失致傷の疑いで書類送検された機体の管理会社社長と死亡した男性機長についていずれも不起訴として発表されました。こちら処分理由がですね、社長は嫌疑不十分、機長は被疑者死亡ということでして、ただですよこれ社長は同年ですね、国の許可を得ずに有料で客を乗せた航空法違反の罪で懲役1年執行猶予3年の有罪判決のが確定しています。補足で付け加えさせていただきました。次です、3つ目、こちらも悲惨な事故でございます。2008年ですね、宮崎県の高千穂で行われた尻相撲大会の様子っていうのを番組の生中継にて放送していた時に起こった事故なんですけど、この時進行の柳田アナがですね急遽せっかくだからということで舞台に上がって尻相撲を行ったんですけど、合図とともに押し出された時に自らそのリアクション取るために田んぼに頭から飛び込んだんですね。その後全く動かないんですよ。で柳田アナを周囲は上半身持ち上げて顔に泥をかけたりとかして盛り上がるんですけど、そのスタッフからの問いかけに対して小さな声で起こしてってつぶやくだけだったんですね。で実はこの時ですね頸椎というのを骨折してしまうという重傷を負っていたんですよ。でこれで熊本市内の病院にヘリで搬送されて、その後手術室へ。命には別状なかったんですけど、医師からは 99% 寝たきりだろうと厳しい宣告を受けたんですね。がですね約3年ほどのリハビリを経て奇跡的に車椅子姿でテレビ出演を果たしたんですね。これは当時生放送で放送されてしまって、まあ、その時はすごい盛り上がって終わるんですけど、後日重傷が報じられると一気にトラウマ級の中継になりました。通常ですね番組などは事前に安全確認とか行うんですけど、生放送となるとねぶつけで盛り上げようとして事故が起きてしまうということもあるということですね。これと似たものでいくと4つ目、5階からの転落。はい、こちらも生放送中に起きた事故なんですけど、あの有名な目覚ましテレビのアナウンサー菊間アナがですね高層階マンションで火災等が発生した際の対処法というのを紹介した際に、通常ですね5階からゆっくりと地上に降りるはずが、なんと機能せずに急降下。下にはですね安全のためにマットが敷かれていたものの、約13メートルの高さから叩きつけられます。その後菊間アナはピクリとも動かず、スタジオからの呼びかけにも無反応という衝撃映像がお茶の間に流れました。でこちら原因が、本来は柱とか丈夫なものにロープをくくりつけるはずがですね、手違いで軽めのソファーにつけたということで、上半身の骨13本骨折、全治3ヶ月の重傷で2年のリハビリを要されたのですが、奇跡的に後遺症もなく、事故の翌年には現場に復帰して、現在では弁護士として代表社員に就任するなどの大活躍中らしいですね。これは完全に現場での安全確認を怠った結果ですよね。本当回復してよかったですね。次です、5つ目、ライオンに襲われる飼育員の悲鳴。これはねあの古めの映像も相まってかなり怖いです。こちら1997年、栃木県那須町にある那須サファリパークに遊び来た観光客により提供された動画なんですけど、これがニュースにて流れたんですね。この動画の内容っていうのが、提供者は車内にて飼育員の女性2人がまず物陰で泣いてる姿を映してるんですよ。何が食われてるんだろうっつって不審があってこう窓を開けたところですね、男性の痛いよっていう悲鳴が聞こえてくるといったものでして、これなんですけど、でこの時実はこの男性ですね、自身が3年近くお世話してきたライオンに襲われていて、爪が肺に届くほどの重傷を負ってるまさにその瞬間だったんですよ。幸い一命は取り留めて現在は別の業種で働いてるんですけど、でこれがですね最近また話題になってまして、それが今年に入ってからも飼育員3名が虎に襲われて大怪我を負うという事故があったんですよ。やはりこれ相手は肉食の動物ですから、気をつけるべきは人間のみということでございます。はい、と次で最後なんですけど、江東区マンション神隠し殺人事件。はい、こちらまず事件の内容、これがかなり猟奇的でして、このマンションに姉と一緒に住んでいた女性 A さんが行方不明になって、マンションに入る姿はカメラにあるんですけど出ていないということで、当時神隠し事件として報道されました。そして約1ヶ月にもわたる捜査の結果ですね、玄関に残された指紋と一致したとして、同じマンションの2部屋隣に住む男性の犯行だと判明したんですね。同じマンション内の犯行だったので防犯カメラの映像もなくて、 A さんの両隣の部屋も空室だったこと、さらにはですね事件直後マンション住人の指紋を採取したんですけど、加害者の男性は薬品を使って皮膚を荒らしていたってことが重なって、すごい捜査に時間がかかったんですね。そしてこの時自室で拉致した後殺害、バラバラに切断して少しずつトイレに流したりとかして捜査の目をかいくぐって処理したとされてるんですね。でこれはですね逮捕前にインタビューを受けていた犯人たちとして紹介したんですけど、結構どれも挙動不審なものがやっぱり多いんですけど、この犯人っていうのが淡々と質問に答えていたりとか、時折笑みを浮かべながら受け答える姿っていうのが報道されました。ただこれ結構犯人じゃないかと記者が目星をつけてる人にあえてインタビューするっていうのはあるあるみたいなんですね。この時はどうだったかわからないんですけど、でこの時ですね
ね、事件の報道中のニュースで誰もいないはずの A さん宅の窓が一人で閉まるっていう映像が流れたんですよ。でこれが心霊現象だって結構言われたんですけど、裁判の記録にてこの部屋には当時帰りを待っていた遺族がいたということが分かっています。はい、というわけで今日は以上なんですけど、テレビのコンプライアンス規制に伴って今は特に念入りに確認はされてはいるわけなんですけど、まあ、あの水曜日のダウンタウン、坂東エイジ2億円事件とか暴力沙汰事件などなどですね、あえて流すギリギリの番組も存在していますね。まあこちら人が作るものなのでどうしてもね事故は仕方ないということなんですけど、まあ、皆さんが覚えてるトラウマ級の放送事故ありましたらぜひコメント欄にお願いします。最初はグーじゃんけんだで、あの急なんですけど、通ってた高校の近くにめちゃくちゃ悪い先輩いたんですよ。ただ悪さのベクトルがちょっと違ってて、週末夜呼ばれて家でなぜかジャックとクイーンとキングを外したババ抜きをさせられてたんですけど、なんか急にバイクの音聞こえ出して家の近くのコンビニにいっぱい止まったんですよ。それを家の窓から先輩ぼーっと見て、あれあいつじゃんみたいな、なんかほとんど知り合いだったみたいなんですよ。ほんならあれあいつあんなバイク持ってたっけみたいな、インパルみたいな名前のバイクあるんですけど、それを乗ってる知り合いに嫉妬したのか急に警察に電話しだして、すいません、あの家の近くのコンビニで暴走がタムロしてて迷惑なんで注意してもらっていいですかって。だからあいや先輩知り合いだったら言いに行ったらいいじゃないですかみたいな感じで言ったら、いやあいつにあれを買う金ないから窃盗だろうし、そうじゃなくてもあん中の誰か無免とか整備不良で捕まるやろ、ざまみろっつってババ抜き再開するんですよ。いやお前も相当やってたけどなとか思いながら。でその1年後ですかね、まあ、これが関係あるか分かんないんですけど、そのコンビニでその先輩ひき逃げにあって入院してました。さあ今日なんですけど、リスナーさんからこんな DM ですよ。タクさんこんばんは。こんばんは。少し前に SNS で話題になっていた投稿です。それがあるドキュンの方のツイートでして、原付に乗った友人の首にロープをつないで運転を行ってそのまま事故を起こし、その友人を殺してしまい、その後行われた葬式で集合写真を撮っていたという投稿があったと思うんですが、これって本当なのでしょうか。さすがネタツイートだと思います。ぜひ調べてみてください、お願いしますということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。このドキュンのツイートのおなじみのこれありましたね。なんかたびたび話題に挙げられるんですけど、なんか最後友人の葬式でみんなで泣いた顔で写真撮って、さすがに頭悪いよなって話題になってたんですけど、ちょっとリスナーさんの言ってるこのネタツイートかどうかっていうのは後から解説するんですけど、まず皆さんドキュンというワード最近そこまで聞かないと思うんですけど、まだ皆さん分かりますか。でそもそもいつから言われ始めたんだろうと思って発祥を調べたら、これ一応あるみたいで、もともと1990年代に放送されていた目撃ドキュンという感動系番組があるんですよ。これがドキュンの由来だとされていたんですよ。全然内容真逆なんですよね。磁石ぐらい真逆ですよ。でまあ今現在だと教養がなくて品がないヤンキーとかで使われたりするんですけど、最初これ見た時 ORZ みたいな、これシルエットみたいな感じかと思ってましたけど、最近でも数年前ですかね、免許取り立ての子が起こした事故の内容というのが話題になったんですけど、これちょっと紹介します。2019年の冬に起きた事故で、埼玉の県道で私立高校に通う当時18歳の男子生徒4人が乗った乗用車がガードレールに衝突して横転、後部座席に乗っていた2人が亡くなったという事故なんですけど、この時当時運転していたのが4ヶ月前に免許を取ったばっかりの初心者ドライバーだったんですけど、この日ですね親の名義で購入したばかりの車で他の3人がいるコンビニに向かいまして、その時ですねこれもねかわいそうな話なんですけど、3人のうち1人はですねすぐ近くで別の用事があるから乗らないよって言ったんですけど、この時運転手はいや乗れよと、送ってやるからと強く誘って仕方なく乗ってるんですよね。で結局この3人を乗せて車発進したんですけど、すぐ到着したんですよ。でもう着いたよって言ったんですけど、その瞬間アクセルを一気に踏み込んで車は急加速、すぐに3人は事故るからやめろと叫んだんですが、制限速度40キロの道をですね時速118キロ、78キロオーバーで暴走して、緩やかなカーブに差し掛かった瞬間制御不能になり、道路左側のガードレールと前方に停車していたショベルカーに追突、突き刺さる形で停車して大破しました。結果ですねこの後部座席に乗っていた2人のうち1人は顔面を半分欠損して即死、1人は意識不明の重体になってその後病院に運ばれましたが死亡するという大きな事故になりました。乗ってた方たまったもんじゃないですよねこれ。その後ですね過失運転致死の罪に問われた運転手の裁判なんですけど、これは単なる不注意ではなく無謀運転の結果であると、懲役2年以上3年以下の判決が言い渡されています。これね車も買ってもらって免許取り立ててテンションが上がって周りの友達に見せびらかしたかったっていうことはあると思うんですけど、その無謀な運転毎年こういった事故っていうのは何かしら起きてる印象ですね。なので今日はですねこういったその場のノリみたいなこういった悪ふざけによってその後どういう悲惨な末路になってしまったのか、過去ですねドキュンが起こした事故の紹介と合わせてドキュンになってしまう理由っていうのも調べてきました。これをね若い方が見て怒らなければいいなという話なんですけど、まず DM にもあったバイク事故なんですけど、これは2015年の5月ですね、男子高校生が旧ツイッターに画像付きで投稿した1枚でして、この時何をしたかっていうと、ガス欠になったバイクを引っ張るために人が乗った状態で乗ってる子の首にロープを巻いて別のバイクで引っ張るっていうね、どう考えても難易度地獄の行為を行って、その後結局バランスを崩して転倒救急搬送されたっていうものなんですけど、タイムマシンいらずで予測できた、気をつけてください。お次はこれは過去にドキュメンタリー番組でも紹介されたゆうたさんの事例なんですけど、この方とある事故によって両手
手足を失ってその後介護される姿がテレビで取り上げられたことによって話題になったんですけど、じゃあなぜこうなったのかというと、結構なやんちゃしてた非行少年でして、中学では学校にほとんど行かず遊び歩いて、高校も入学するんですけど、入学後すぐに早い段階で自主退学、その後も仕事をするわけではなく新た生活を送っていました。中学時代からここまででも万引き、恐喝、暴行、あとは窃盗したバイクで無免許運転とか、こういった数々の犯罪を犯してきて、かなり素行悪い青年だったんですけど、この時悲劇となる事故が起きます。後にですね、この事故について問われた時も、過去に自分のしたことが返ってきたんだと思うと語ってます。じゃあ何をやったかというと、ガスパン遊びっていうものでして、なんそれですよ。これがですね、シンナーとかの使用が規制された後、1990年代頃からバカな中高生の間で流行っていたもので、ライターとかガスボンベに溜まったガスを口から吸引すると一時的に酸欠状態になるんですけど、それで脳が麻痺することで酔っ払ったような酩酊状態を体験するってもので、彼はですね、この遊びを密閉された車の中で行って、可燃性ガスが充満した車内で火をつけまして引火して車ごと大爆発したんですね。結果全身が火だるまの状態となって、体表面積 70% 以上の範囲に火傷を負って重傷、さらに1ヶ月以上の昏睡が続きました。その後なんとか無事には回復したんですが、手足は壊死状態で感染症になる可能性があったので切断するしかなかったんですね。その後2003年に放送された番組で、お兄さんや母親が食事の世話とか排泄介助をする姿が放送されたんですけど、かなり生々しい内容ではあるんですけど、こうなっても母親に対してはかなり強い口調で当たっていたんですね。そのシーンを見た視聴者からは、同情の声ではなくですね、全然反省してないとか、自業自得だと彼に対する誹謗中傷とかも多く上がりました。朝から知識で何も考えずバカな遊びを続けていた、なので怒るべくして起きたのかなという結末ですね。じゃあちょっと次はですね、ドキュンといえばもうこれしかないよねってくらい有名なんですけど、通称ドキュンの川流れ、黒倉川水難事故ですね。これがっつり紹介したんでざっくりいきますね。これが1999年神奈川県の黒倉川で、前日からキャンプをしていた廃棄物処理会社に勤める社員らと、その子供6人らを含む家族、さらには社員の婚約者や女友達ら計18人が大雨による増水によって流されて、そのうち13人が亡くなったというものなんですけど、このグループは再三の避難警告に従わずに無視し続けて、ダムの管理者とかね、警察も避難勧告を行ったんですけど、大丈夫やの一点張りで聞き入れず、その後結果流されたんですけど、やっぱ人って変わらねえよなっていうのがここからで、この事件の後ですね、リーダーと思われる男が避難勧告を行っていたダムの職員とか地元民に対して、殴るぞとか、うせろとか、ほっておけよこっち楽しんでんだよとか、こういった暴言を吐いていたとかね、結構グループ内から暴言出てたんですけど、これもなるべくして起こった事故ですよね。子供がかわいそうですね。なのでこういうドキュンっていうのは大人になってもいますね。で、個人的には大人になってもドキュンの人の方が子供ドキュンよりもやばい気がしますね。やっぱね、若気の至りとか通用しない年齢ですからね。あともう一個、これめっちゃ最近なんですけど、今年の10月ですね、福岡県田川市の国道と県道が交わる交差点で、原付き乗った仮面2人組の男が暴走行為を繰り返していたと思って、事前に SNS で告知してて、現場には約500人のギャラリーが集まっていたんですけど、これニュース速でも言ったんですけど、この場所ってなんか1ヶ月前にも同じようなことがあって、前にも問題になっていたんですよ。今回記者の方が言ってて、その場に来てたギャラリーの少年に対して、なんで田川の暴走多いんですかって聞いたら、田川は暴走の街だからです、かっこいいっすかっこいいっす、バッチバチですって答えてて、このバッチバチですっていう、なんかよく福岡で聞くんですけど、バッチバチに言ってやったわみたいな、じゃあなんで暴走するのかに対しては、やっぱヒーローやとか言ってて、まあダサいんですけど、でダサいと思いますかに対しては、殺すばいっつって回答してました。お前短期大学入れるぞ。じゃあなぜこれをかっこいいと思ってしまうのか、ドキュンは飛行に走ってしまうのかっていうことなんですけど、最初の首に紐をつけて起きた事故の事例とかがそうなんですけど、まあその本人ですよね。この子自身が自分の首につけて引っ張ってくれよって言ってるのかというところで言うと、あんまり事例としては少ないんじゃないかなと思うんですよ。絶対やらされてたの方が多いと思うんですよね。ちょっと前だとバカッターとか、撮影者がやらせて勝手に投稿する新しいいじめの形もあるっていう話をしたんですけど、そのパターンがあるっていうのと、あと意外としっくりくるのが、そもそもの IQ なんですけど、これが低い人ってのは結構多いんじゃないかなって話で、ドキュンとか少年に入ってる子たちもそうなんですけど、例えば何かぶっ飛んだことをやった時に、その後どうなるのかっていう結果まで予想できないって人が多くて、だから悪いことしてるっていう認識がなくて、ただこれやったら面白いんじゃないみたいな、バイク早く走ったらかっこいいんじゃないみたいな、そういった感覚でやっちゃうんですよね。でもこれでまあ事故起こしたら首やっちゃうとか、首をやるってことは脊髄が損傷して下半身不随になっちゃう可能性あるよねとか、それ危ないよねとか、そこまで考えられないからやっちゃうっていうのがあって、なのでただ単に頭ごなしに危ないことしちゃダメだよっていうよりは、これやるとこういう風になる可能性もありますよと、これだけそしてお金を払わないといけないようになるよと、そういった基礎の部分から教えていくことでね、ドキュンは減っていくんじゃないかなと思いますね。ただ周りにドキュンがいた時ね、わざわざ変えてあげようとするんじゃなくて離れるっていうのが一番正解だと思います。というわけで今日は以上です。今回の感想をぜひ皆さんにお聞かせください。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。